激戦の結果、連合軍に乱世の勧誘曹操が加わった。その後、連合軍に貴重な情報がもたらされる。オリンポスの主神ゼウスの居場所が判明したのである。だが、ゼウスに会うためには越えるべき壁が2つあった。敵対する総飛梁を通過すること、そしてゼウスを守る結界を解くことである。そんな中、曹操は息子曹丕の城を攻めるよう提案。石田三成の立てた策に従い、下降遁羅先行部隊は地下道から敵本拠への潜入を果たすのだった。地下道から先行して潜入しろとはどうなることかと思いましたが、うまくいってよかったです。あとは曹操様本隊が到着する前に付近の敵部隊を倒し、地下道を封鎖するのでしたね。ああ、これは心を攻める戦、逃げ道を塞いでおくのが肝要らしいな。それに半兵衛純育も工作部隊として別に動いていると聞いた。正直策の全貌はよくわからんが、俺たちは俺たちの役目を果たすだけだ。行くぞ。猛徳率いる本隊もそろそろ到着するはずだ。合流し敵を包囲するぞ。城の出入り口を抑えれば総飛軍を追い詰めることができます。猛徳、心を攻める戦など誰の家勢だか知らんが、厳罰に処する。なんでそんな見事に負けちまうとはな。我が前に立つとは愚かな。敵将、そこを動くなよ。やめる。曹操殿と戦うのは本意ではない。死として手は抜けん。お前がそういう男なのを知っている。もとより手加減など望んでいない。しゃあねえな。我が君、本当によろしいのですか。父君と刃を交えることになっても。今アレスに無用な疑念を持たれたくはない。それにおとなしく撃たれる父ではなかろう。なんと鮮やかな働き、お見事でした。よし、地下道を抑えられてしまった。これでは皆が不安を抱いてしまう。じわじわと追い詰められていくこの感じ、皆の過去を思い出しそう。よし、こう、お前の戦並大抵ではないな。士官は目の前に全員すべ、王をこじ開けよう。敵先行部隊の手はず通りになっているようだ。このまま包囲が慣れば。三成の描いた策の通り進んでおるからな。猛徳が来たか。本隊と合流するぞ。また戦いが始まるのですね。静かに楽を奏でることすら許されないとは。敵将、打ち取った。曹操殿まで現れたか。地下道も塞がれ、俺たちに未来はあるのか。いざなお、もしかして俺より強くね。
父は先行部隊と本隊とで敵を包囲する気か。鍵を持つ者もいるようだ。逃げ場をなくしたようで攻め立てるとは周到な戦をなさいますのね。父の狙いは城を落とすことではない、我らの幸福よ。どこからか美しい楽の音がつい聞き入ってしまいそうです。本当に見事な演奏です。戦場でなければ鼓で拍子を取りたいところです。先ほどの曲はあなた様が奏でていらしたのですね。美しい音色に心が癒されました。私の旋律をこんなにも喜んでくださるとは。辛い戦いの中で救いを得たような気持ちです。お見事な戦です。まるでその覚悟のほどが花となって咲くような。先行部隊との合流はない。もはや敵は袋の無人。これが心を攻める策か。あとは待つのだ。敵は勝手に崩れるはず。もはや勝ち目はない。逃げ場もない。我らは降伏するぞ。門を開けよう。早くも下る者は出た。投降は連鎖する。この流れが続くため、全ては闘魂を誘う策。宗妃殿の読み通りだったのですね。士官は策を見抜いていたか。あの成長喜ばしく思うぞ。今だ、瞬裂に攻めてみよう。サビは撃った。これより反撃に移る。撃ち取った。しかも投降を防がんと撃って出るか。全軍敵の迎撃に備えよう。よくやった。この働き覚えておく。宗妃殿のため曹操殿と戦う。皮肉な状況ですね。ならばせめて美しく華麗に舞ってみせましょう。怪しい蝶の音、とても素敵よ。撃ち取ったからな。もっと見せて。おお、美の理解者に出会えるとは。ならば今絶美を体現する。ただそのためだけに戦いましょう。さて次なる策に移る。怒らせんなよ。もう我慢できねえ。これはどういうこと。縄文が閉ざされても味方と連携が。知らぬうちにネズミが入り込んでいた。やってくれる。敵将撃ち取った。ずっと隠れてるって案外辛いもん。ですが策はなりました。ハンデイ殿、敵城へ侵入しての撹乱、お見事です。へへ、昔取った絹塚ってやつ。狭い城の中って指揮系統が混乱しやすいんだよね。敵は孤立し浮き足立っています。六道の辻、今のうちに確固撃破してしまいましょう。策はなったか。わしは士官に会いに行く。我が軍は分断され総崩れか。ならば父、私自ら出迎えよう。ああ、我が君、神々しいですわ。ルバタル、大尉。必死に切り結ぶ姿、素敵よ。その腕、尊敬しています。孤立した敵を撃つぞ。ラン、修羅に入ります。俺は
こっちの敵を撃つ。マサノリ、向こうは頼んだぞ。おい、やられんなよ、キヨマサ。カコートン様、ずっと気になっていたことがあります。あなたはなぜ主を呼び捨てになさるのですか。わからんのか。ならばお前も呼んでみろ、あの魔王。おい信長とな。なんと無礼な。そんなことをするくらいなら乱は死を選びます。さすがのお働きです。何ならぬ才をお持ちなのですね。半兵衛の才、鮮やかよな。我が陣営にもあの才が欲しいものに。軍師なら大勢いるでしょう。うちの半兵衛はあげられないよ。よし、しゃあねえな。あとは仲間に任せろ。この俺が相手だ。来い。よし、しゃあねえな。撃ち取ったからな。見るしかない。戦わなければ。でも、かつての仲間と。なぜ。よし。よし。よし、しゃあねえな。私の邪魔をした人の顔、覚えておくわ。なんと鮮やかな働き。お見事でした。押して参る。敵の手一つかなわない。よし、やはり頼れる。我が治癒で葬ってくれるわ。攻めかかるぞ。いいよ。真の三国無双とはあなたのことですね。撃
父よ、意地を見せましたな。この城と宝は好きにされよ。うん、宝とが？宝とは、城の箱に隠されていたこの書状のことか。四つの闘技場とそれぞれに対応する力の内容が書かれていますね。最初の闘技場は知恵、次は美。これは一体ゼウス様の結界を解く方法でございます。それぞれの力は腕輪に宿る神を指しています。その腕輪を持つ者が闘技場を破る鍵。闘技場を全て攻略すれば結界は破れるでしょう。あっさりこれを渡したということは、士官は内側からオリンポスの軍を崩そうとしているのだな。はい、神々の監視があったため事情をお話しできず、これまで数々のご無礼失礼いたしました。ですが、この地を避けずに進軍していただき助かりました。これが情報をお渡しする最後の機会でしたから。そうそう、お前はこの事態を読んでいたのか。はっきりとはさすがにわからん。しかし、もし何かしら聞き出せるとすれば、神の目が届かぬここしかないと踏んだまで。親子揃って食えぬ奴らだ。まあいい、急ぎオリュンポス本拠地の進行準備にかかるぞ。超春雷優雅に剣山。時代のため美しき旋律を奏でましょう。神への道は開かれ、結界を解く方法も分かった。しかも宗妃も味方だっちゅうことは。神に挑むは今ズオ。オリュンポスの神相手にここまでやるとはな。まったく、お前たちはいつも私を驚かせてくれる。ジョカ殿、お褒めいただくにはまだ早いかと。道中アレスたちの邪魔が入ることは確実です。十分に準備を整え、これを突破せねば。そうですね、この先ますます気を引き締めてまいりましょう。戦場を混沌で染め上げてやろう。
この過去妙才様こそ。よっしゃ、さすがだぜ。過去妙才の本気見せてやるぜ。予感的中、うまくいったな。林万世とは俺のことをやってやるぜ。激しい親子対決は曹操に軍配が上がった。曹丕は撤退の際、父に問わるものを託す。それはオリンポスの神の本拠地、ゼウスを守る結界の解き方に関する情報だった。連合軍はこの重要な情報を手に、進行の準備を整える。今度こそゼウスを追い詰める。連合軍は意気揚々と神の領地に攻め込んだ。なんということでしょう。行く手にアテナとアレスの軍勢が。諸葛丹の予想が当たったっちゅうことか。お前さんの言う通り、準備を入念に整えておいてよかったわ。いえ、お役に立てたなら何よりです。あの神様たちを倒さないと前に進めないんだよね。だったら力を合わせて頑張らないと。ええ、何としてもゼウスへの道を開きましょう。さすがは神の軍勢。そう簡単に本拠に攻め込ませてはくれぬようです。なに、物は考えようじゃ。この大軍にかちゃ意気揚々とゼウスに会えるで。秀吉様、指揮はこの私にお任せ。リスナリ、私と一緒に前に出ようよ。お前様、行ってくるね。おねね様、引っ張らないでください。行ってこい三成。戦の指揮はわしと諸葛丹に任せればいい。敵の布陣を見る限り罠はなさそう。皆警戒を怠らず進軍してくれ。軍事件、いざ参る。体の動くうちに進んでおこう。よし、果敢に攻め、敵の勢いをくじくぞ。俺様が打ち取った。これが実力者の輝きなのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。あちこちに怪物がいる。操っているのは見当たらない。アレスたちが後方から操っているのだろう。私も前線に出る。先に怪物の数を減らしてやる。くれぐれも無理はせんでくれよ。皆で生き残ってゼウスの面を拝んでやるんじゃ。オンサー、会えてるぜ。夢なる戦を。
敵はどうも受け身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことだ。こちらにとっては悪くない状況です。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。行ってみっか。現なる戦を裁きの牙よ、来たれ。いざ安在戦。どんな敵も我が槍で貫くのみ。文王殿は正気にあふれていて羨ましい。私も微力ながら尽くそう。あえて嬉しいわ、清涼の死に組。さあ今度こそ私のものに。ああ素晴らしく輝いていらっしゃる。すぐ楽にしてあげる。どぎも抜いてやらない。ついに主神ゼウスに会う時が迫ってきた。神々しい姿を見れば私の体も治るだろうか。各ワイド、今は目の前の敵に集中しましょう。体が動かない。少し休まないと。待っていてね、バッジョ。どよ、その調子で頼むぞ。諸葛さんでも随分張り切っておられるようですね。あの元気、私にも少し分けていただきたい。よっしゃ、怪物はだいぶ片付いたね。奴らではこれが限界か。人間には調子好きよって。いいだろう、俺自ら相手をして。今行くしかないだろう、これ。ほらよ、やった、戦もはかどるわ。もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだね。奴らがしつこいせいで失敗だ。ここはどこ。このまま父上の元へ行かせてたまるか。さあほらよし、次行くよ。いつなり、おめえ様、お見事。私が前線に出る必要はなかったです。ここはいつなり、いかにも考え込んでばかりだったでしょう。たまには思いっきり体を動かさないとね。お心遣い感謝します。ですが先ほどから激しく動いているのはお姉様だけか。このまま切り込むぞ。遅れるな、人の子らよ。さすがは旋回の住人だ。この馬防機も全力で参る。見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。我らの攻勢に耐えかねアレスが出てきた。この好機逃してはならん。ならば
この分事件が挑もう。上等だ。帰り討ちにしてやる。うわっ、やられちまう。これが実力者の輝きなのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。このように苦戦するとは、私も未熟ということか。敵将撃ち取った。私の体も不調。踏んだり蹴ったりとはまさにこのこと。瞬撃に攻めてみろ。さあマリア、遠慮はいらんぞ。お前が助けてくれると信じとったわ。受けよう。果たしては勝負にならぬ。やった、戦もはかどるわ。今日はもう勘弁してやる。撤退するほかない。お前は私が認めた将だ。これぐらいの働き当然だな。行ってみっか。俺が行くしかねえな。勝負だ。花光園殿に来ていただけるとは、今まで流れた甲斐がありました。花光園殿こそ真の三国無双よ。このように苦戦するとは、私も未熟ということか。力負けするなって。駆け引きの妙、見せてやろう。勝負といくか。いいよ。秀吉、俺を裏切った貴様、絶対に許せ。そりゃ悪かったな。じゃがお前さんの傲慢さには付き合いきれんわ。これが実力者の輝きなのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。ご助勢感謝します。あなたがいれば心強い。私も昔は人間を低く見積もっていた。その意味で忠告する。改めた方がいいぞ。その言葉
アレスに伝えてもらえれば助かる。箱根があるせいか私の話など聞かぬのでな。切ってあげる。するとは、私も未熟ということか。するとは、私も未熟ということか。裁きの騎馬よ、来たれ。いざ、万歳戦。かっ、さあ、受け取った。この俺が人間ごときに何度も。そもそも、父上が余計なことを思いつかなければ。ほう、レーム、死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。ふやあ、来やがれ。お前なんだ、人ひねりだ。馬長殿、宗妃殿の思惑には感づいている。我らは僕を治めてよいはずだ。王爷、飛行部と行くか。難しいかもしれない。敵を憎む気持ちは俺にも分かる。だが世界の危機を前に今は手を結ばねば。それがしは降伏する。大井殿のことは貴公らに託すとし。馬長、大井のことは私に任せろ。はい、あのような手合いは理屈で解き伏せればいい。私も行くよ。あの子のことを放っておけないだろ。お前は私が認めた将だ。これぐらいの働き当然だな。復讐の邪魔をするな。誰であろうと許さない。私は悪夢を終わらせたいの。
そんな悲しいこと言わないで。みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。うん、でもあの男を撃てるのよ。世界は滅んでも構わないわ。これが実力者の輝きなのですね。一歩でもあなたに近づきたいものです。復讐を遂げても元の世界に戻れば全て忘れる。お前の心は満たされないわ。悪魔は続くだろう。だからここで馬長を倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな、私はこのように苦戦するとは、私も未熟ということか。お前は私が認めた仕事だ。これぐらいの働き当然だな。あなたたちと共に戦うしかないのね。新しい仲間が増えて嬉しいよ。宝徳、王位、これからよろしくね。うむ、この部、これよりはただ人のために振るわん。元の世界でなければ私の願いは果たせない。なら神を倒すために戦うわ。そうか、これで道を阻む神たちは消えた。あとはゼウスの元へ突き進むだけじゃな。みんな急ぐで。ホーレーム、死の本分を全うしよう。それが私の唯一望むもの。申し訳ありません。人間たちの信仰を食い止めることができませんでした。そうか、彼らはどんどん力をつけているようだな。面白い。父上、あなたはこの世界で何をしようとしているのです。こんな大掛かりな仕掛けをしてまで。うん、少々試してみたいことがあってな。まあお前たちにもすぐにわかるだろう。それまで力を尽くしてもらうぞ。散々働かせておいて真意を話さぬとは、父にとって俺たちは一体何なのだ。この件もまたくだらん気まぐれではあるまいな。口を慎め、アレス。父上はオリュンポスの神々を滑る王。不尊な言い方はたとえ子であろうとも許されぬと思え。こと と次第によっては、あの話、考える価値はあるかもしれんな。ついにゼウスとの決戦の時ですね。最初に戦った時より私たち力をつけられたと思います。それに結界の解き方も教わりましたし、オーディン、ロキ、ダッキ、そして破壊神、奴らの動向も気になるが、今は目の前のゼウスを倒すのが先決だ。うん、皆で力を合わせ
神に挑もう。この世界の謎を解き明かすために。早く言いなさいよ、言いなさいったら。熊姫様、お許しを。恋に恋する乙女のための耳寄りの情報って何なのよ。実はとある村に男気あふれる武将がおるそうな。正義感が強く武勇に秀でた大食漢だそうな。大食漢の男。来た来た来た、長年の修行の成果見せる時。自慢の手料理で胃袋掴んで虜にしたる。カイ殿の料理は絶品。満たされないこの心が一時だけ慰められるほどに。この機を逃すわけにはいかないわ。皆様の修行にご一緒してまいりました。修行とは過酷なものなのですね。